はい、えー、マントマン・ケリオンさん、どうもです。えー、ビック選手、個人的に今年一番期待をした選手なんで、えー、心配でなりません。うん。まだ詳細がはっきりしないので、情報を待つしかないですね。えー、無理はしてほしくないです。いや、ほんと心配、大丈夫でしょうかね。で、今日は、今、ダンスのジュニアが今やってるんですが、フリー、これから、あれをやるのかな、今日は。うん。 えー、千秋さん、どうもです。かむ君おはようこ。あっちもこっちも見て、頭はこんがらがありそうです。やっぱり一つずつ見ていかないと混乱するね。うん。します。えー、まずは、えー、ジュニアグランプリ女子、えー、スイスのアナウンサー者とよかった。えー、13歳なのに目いっぱい見せるスケーティング。ショートはもう少しよかったら、ユソンも、あゆみちゃんも超えて2に入った勢いだよね。あゆみちゃんは最後の最後、ポーズのところで手をついて、マイナース1のディラクションで3位。えー、0.39たなんて残念すぎる。 韓国勢は男子もどうしてもフリー本当強いよね。必ず巻き返してくる。シンチャちゃんは別格だよ。島田茂ちゃんしか止められないんじゃない。茂ちゃんのアルメニア大会心配ではね。 シリアの中国大会の心配はその前にアジア大会があるから様子がわかるけど、アルメニア大会は最終戦がどうなるのか、どうするのか。うん。いや、本当とですね。心配事がちょっと多いなっていうかねで。東京ブロックは男子カオ君の肉離れでも心配で、シードは全日本3位までの、あ、そうなんだ。相馬君、鴻城君、カズキ君だよね。だから全日本に出るために無理して出るしかないのかな。なるほど。3位だなんだ。 え、ちょっと待って。よ、しゅんくん、2連続は、えー、ステップだったけど、ステッピングアウトだったけど、4フリップ来たね。うん。今は、あの、いろんなジャンプに挑戦してるって言ったけど、ループが良ければ F が悪い。フリップ、うん。悪いだし。えー、ま、横のルーツは帰ってきたのかな。ジャンプよりスケーティングは頑張ってるけど、単語風だからしっかりエンジじらに頑張るって言ってた。イーマくんは4回転する後、点となったけど、乗り切ってまとめたね。 さすがの PCS しか落ち着いて、今まで以上の演技でそろそろノーミスにしたいって、それもきっと近い、うんあの。今日はこれからフリースケーティング。カブ君と同じくチューブ女子乱れてない。ね、チューブ女子あ、ちょっとね、昨日ね、ちょっと見たんですよね。で、男子のフリー見ました。あの、うん。あの、男子フリーはね、2人だけでしたからね。で、女子のチューブは、まあ、そんなにはいなかったんで、まあ、 今日、でも、今ね、ジュニア男子フリーを見てるんで、あの、東京の方のね。だから、ま、あ多分ちょっとまた遅れちゃうと思うんですけどね。うん。 えー、ノルディンさんどうもです。えー、カウさんおはようございます。えー、チューブのダンショート解説してくださったんですね。ありがとうございます。えー、大会多くて、あれやこれやで見てたら終えませんでした。えー、ソく君、オータムから短い期間で修正してきましたね。うん。えー、フライングキャメルでちょっとヒヤッと、えー、そのすぐ後髪をかき上げる振り付けが中途半端すぎてお休みしてるのみたいな感じで。多分次のトリプルアクセルのことで多分僕もそこ、多分そうかもしれませんね。なんだろうなと思って見てました。確か、あ、そうかもしれないですね。 でも最後も音にちゃんと合わせてたらよかったなと思います。ほっとした。うんうんうん。た多分ね、その可能性は高いですね。あの、で、オタムからジャンプ構成変えてきましたよね。あの、よねそれもよかったのかな。95点は、思った以上に点数出てですね、海外の試合でここまで出るんだろうかとちょっと心配になりました。けど、かぶさんはどう思いますかこれね、多分なんですけど、あの、 あの国内大会で最初点数が91点出ましたケンさんね。で、それが国際大会で多分、あのー、まあ、ああなっちゃったとは思うんですけど、まあ逆にいろんな活躍を見てちょっと点数上げてきてるのかっていう気もするんですけどね。まああのー、まあ、だんだん良くなってきてるし、まあそれから、まあジャンプの構成が最初4回転とトリプル等から入りましたよね。うん。で、その後4回転サルコっていう流れになったんですけども、まあ多分こっちの方がいいのかな 僕も思いますね。あの、やっぱり、ちょっと、やっぱ4回転サルコンは得意だから、まあ、ちょっと、あの、4回転とトリプルと先にやった方がいいのかなっていう感じで、まあ、フリーも4回転ジャンプがだんだん調子良くなってきましたね、あの、トーループがね。うん。なので、まあ、あの、よさそうな気はするんですけどね。うん。 あとは、まあ、今回チューブは2人だけということだったんで、まあ、ライバルが結構そのいる時にどうなるかっていうところが、まあ、ぶっちゃけ論として気にはなりますね、やっぱね。うん。あ、あえ。それが一番気になります、ぶっちゃけ。うんうん えー、千秋さん、株くん東京ブロック男子フリー始まった。うん。マントバンクレヨンさんの返信コメントしてしまった。すいません。再度こちらに、えー、う、え、のー、ワんワんで、ショマくんから練習動画来たね。えー、みんながフリーを見たいって首を長くして待ってるのをわかっているから、いつもより長めの練習動画だったね。うん。後ろに滑っていきのトリプルアクセル、ダブルアクセル。すごくないえー、助走なしなんじゃないのどんな体重移動してるの さすがショーマくん。そして難しそうな左足のロングツイズル、えー。足になじませるようにステップの鬼練習。早く生で見たい。あ、その選手のそうだ。あの練習動画も見なきゃいけない。見ないと。うん。ちょっと今、あの、あれなあれちょっと見,見ていきますね。うん。ということなんで。ねえ。トリプルアクセル、ダブルアクセルか。後ろに滑っていくの。なるほど。え、どういうことなんだ。えー、天丸様どうもです。東京選手権上位始まりましたね。 うん。あの、今、あの、三原舞ちゃん特集してますよ。あのね。えー、うのばんばんで、エレメンツ繰り返し、練習動画の曲の盛り上がりの前半反応。のどかな曲調の振り付けなのかな島ュマくん,んちょ、最初が単調すぎて驚いたでしょうね。ちょっと今見ようかな。今ね、ちょうど製氷中だから、うのくんの動画を今ちょっと見よう。えー、アクアマリンさんどうもです。あずしん、えーか、あ、あずしんそうだった。 マリオとルイージで可愛かった。楽しんで滑って、70.08キスクラで笑顔。動画上がってます。70.08って、え、結構、えってませんかえすごくないこれ。え待って。カレーザーのクリスリオハイでは、ジュニア、カホユー、あやみつ、佐々木とえ池田組、新カップル、え、国村さんですかね。と、坂部さん。うん。坂部海一くん。え、国村ゆりさんですかね。 でえっとね、坂部海一くん、歌正が滑ったようです。インスタに写真があり、あー、ということみたいですね。なるほど。あ、そっか。すっかり痩せましたね、そそういえば、あ、ちょっとこれ、見ていきます。ありがとうございます。え、70.08って、待って、70.08って高い、いい,い,い点数な気がしますね。素晴らしい。素晴らしい。うん。 えー、千秋さん、株君もう一丁、えー。東京ブロックのショートの大島高章君のコメントをし忘れた。えー、スーパーマリオで高章君らしい、えー、見せるプログラム、うん。あの、昨シーズンのトップガンもらしいプログラムだったけど、えー、マリオはスター大島高章の星と、マリオのキリノコをかける2が一緒についていて、パタパタパタって開けると、や、 キノコの赤と緑が出てくる。うん。コメントもキラキラ光るような笑顔で、明るいキノコのような滑りで、こっちのキノコ緑のようにバランスよく、安定感よく元気に入って、最後に胸元に明け、マリオの円マークの赤い T シャツを見せて、え違いを踊っている間に T シャツを見せるらしいと。ああ、なるほど。うん。笑えるくらい明るいキャラでほっこり。大島先生も笑ってた。以上、怒られちゃうかもって言ってたけど大丈夫だったかな。 うん。さすがみんな明るく笑顔にさせるようね。そういえば、アズシンのリズムダンスマリオ大会で滑っている姿が X に上がっていた。ワイン系とグリーン衣装で、二人で楽しく踊りまくっていたよっていうことですね。うん。あの、70点いったらしいですね。え、ちょっと気になりすぎて、頭がさらに回ってきましたね。で、あの、コウショウくんの衣装は、あれ、あのね、なんか、なんか、あの、なんか、フォックかなんかでこうね、あの、止まっているんですね、あれね。 うん。ねということで、あの、あれですけども、なんか、キノピオキノピオのね、あれですよね。うん。だったと思います。いや、さすがお父さん譲りのね、あの、見せる、こう、演技というかね。でも最近は、あのね、えー、っと、中野コーチ、中野園子先生のところ行って教わってまして、スケーティングが良くなって、トリプルジャンプのフリップとかアクセルなんかも、非常にこう、スピードに乗って、そのスピードの生かしたジャンプになってるなっていうのをすごい感じましたね。 うん、前はなんかジャンプの方に意識がいってた気がするんですけども本当にあの素直にこうスケーティングを使った流れになってるなっていうのを感じましてあの進化してるなって思いました,ました僕はうん、宇野昌磨君の今動画を見てますがバックのクロスから、えー、ブラケットかな、えー、まずクロスやってそこから、えー、ブラケットしてますねそれでこうクロスローとかして ああ、すごい。素晴らしい。こっからトリプルアクセルで、シークエンスダブルアクセルですね。うん、あっ、ていう感じですね。トリプルアクセル、ジャンプシークエンスに、ダブルアクセル。あ、これはフリースケーティングの途中でしょうかね。あの、ちょっとピンクかかった、あの、白い、あ、あとね、練習日でやっていまして、イーグルからまたトリプルアクセル、単独のトリプルアクセル。あ、でもトリプルアクセルが2本続く構成になっていますね。そっからの、これは、ステップ の流れかなうんなるほど、なるほど。どんなプログラムですかね。おっと、今、バランスこう、これ難しいところが。楽しみですね。これは、でも、どういう、な、なんだろう、これは。どんなプログラムになるんだ。皆様が、ね、お話ししてたプログラムでしょうかね。あ、違うよ。えっと、もうプログラム決まってるんだ。決まってますよね。 スピーグル、スピーゲルか、スピーゲルインスピーゲルかね。はい。あ、帰ったらご飯、なるほど。はい、という感じで、ありがとうございます。あの、見てきましたね。なるほど、なるほど。後半トリプルアクセルを2本、やっぱり4回転サルコーを、えーまあ、前半の方は1つこう回避していく、まあ、回避していくっていうことは、それで、あれかな、あの後半トリプルアクセル2本続けるという感じとってことは、サルコーをじゃトリプルアクセルを2本にするということで、 ですね、あ、違うよ、トリプルアクセルって前も2本だったっけやばい、完全に今、頭、頭、ショートしてる、ね、のかな。小野選手って前からトリプルアクセルって2本やってたっけ確かで、えっと、や、待って、ちょっともう一回見返していきますね。はい、けでありがとうございました。